えー、続きまして、えー、先ほどあの自己紹介の中でも、えー、アピールしていただいた方もいましたが、えー、自分の持っている最大の武器、えー、そしてここだけは絶対にファンの皆さんに見てほしい、えー、そういうポイントがあったら教えてください高橋選手からお願いしますと、自分は身長が高い方だと思うので、まあ、この身長を生かして、まあ、長身から投げ下ろす、まあ、ストレートや変化球をうまく使って相手バッターを 打ち取りたいいと思ってまず一番は自分は投げる体力があるので先発でも中継ぎでもいつでも本当に連投でも何でも投げれるところとピッチングではカーブとまっすぐのコンビネーションというところを見てほしいです。 戸崎選手お願いします。えっと自分は走行中すべてにおいてあの思い切りのいいプレーをしていきたいと思いますので、あのファンの皆様にはそこを見ておいてもらいたいです。よろしくお願いします。玉村選手お願いします。はい、えー、自分はダイナミックなフォームから、えー、投げるストレートが えー、一番自信があるので、えー、それを見てください。山田選手お願いします、えっと、自分は、えー、声の大きさはまず誰にも負けません、えー、この声の大きさで存在感をアピールして、えー、守備力を、守備力では誰にも負けないように、えー、頑張っていきます。 戸川選手お願いします自分は技術的にはまだまだ部分があるので育成選手らしく毎日がむしゃらに練習を頑張りたいと思います。